悟空が最後の力でブロリーに挑んだぞ。やっぱ最後は悟空だよな。オッケー、そのバトルだな。ブロリーの猛攻により窮地に追い込まれる Z 戦士たち、ご飯、ピッコロ、トランクス、そしてベジータも悟空に自らのパワーを託す。みんなの力を受け取った悟空はブロリーに最後の戦いを挑む。クズが、まだ生きていたのか。奴をこのまま生かしておくわけにはいかねえ。開けるわけにはいかねえんだ。さあ来い、ここがお前の死に場所だ。孫、クソ、孫にパワーを与えるんだ。パワーをくれ、奴を倒せるパワーをくれ。サイヤ人の王子なんだ。俺は王子だ。誰が貴様なんかに、誰が貴様なんかにな、パワーをくれ。奴を倒せるパワーをくれ。サイヤ人の王子はこの俺だ。気が高まる、溢れる。なんてやつだ。おめえを許さねえ。お父さん、かかって。雑魚のパワーをいくら吸収したとて、この俺を超えることはできぬ。くせ
戦しとるようじゃな、悟空。じっちゃん。ブロッコリーとやら、わしに勝てる。まだまだ若いもんには負けん。勝っちゃったよ。嘘だろ。